青森トドマツの立ち枯れが深刻化する中、県などは植樹活動を進めています。今日は過去5年間で植えた地樹の9割以上が順調に生育していることが報告されました。現在見頃を迎えている山形の冬のシンボル、樹氷。しかし林野庁による調査では、害虫による青森トドマツの立ち枯れが全体の2割にあたるおよそ16ヘクタール2万3000本で確認されています。今日は県などが去年設立した樹氷復活県民会議が開かれました。林野庁によると、過去5年間で植えた地樹は191本に上り、このうち15本が途中で枯れてしまいましたが、その他は順調に生育しています。9割以上は生育良好という計算です。大半は厳しい気象環境下でも生育をしておりまして、地上移植するという手法が再生の手法になりうるとの手応えを得たところでございます。こうした実績から県民会議では、来年度植樹するエリア面積を拡大するために新たに笹を刈る活動を進めるということです。合わせて植樹も続ける方針で、来年度は地樹100本の移植を目標にしています。